素晴らしいパフォーマンスを披露してくださいました岡西優奈さんに盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。まさに熱い戦いを予感させる東京の大きな文字を描いていただきました。それではここで東京マラソンエキスポ2024オープニングにご参加いただく登壇者の皆様をご紹介いたします。ご協賛者様を代表いただきまして、東京マラソン2024オフィシャルパートナー東京地下鉄株式会社常務執行役員福田至様です。続きまして、今オープニングパフォーマンスをご披露いただきました初夏アーティスト岡西優奈様、そして今会場内に流れております東京マラソン2024公式イメージソングウィナーで大会を盛り上げてくださいますエグザイルザセカンドパフォーマー立花健二様、そして一般財団法人東京マラソン財団理事長早野忠明、以上の皆様で執り行わせていただきます。それでは東京マラソンエキスポ2024の開催にあたり主催者を代表いたしまして、一般財団法人東京マラソン財団理事長早野忠明よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、東京マラソン財団の理事長の早野と申します。まず最初に、1月に起きました能登半島地震の被災者の方に、ここにご臨席の皆さんと一緒にお見舞いの言葉を申し上げたいと思います。東京マラソン財団としてもですね、石川県の銘菓を給食に使い、また東京マラソンにエントリーされた方の、権利庫の方も考えて、なんとかそういった支援に取り組んでいくつもりでおります。またこの週末にはいよいよ17回目を迎えます東京マラソン2024を開催いたします。天気の方もどうやらなんとかこちらのエリートレースの方もきちんとできそうな感じでございます。そういった中で、東京マラソンのコンセプトもですね、今年のコンセプトも東京コンママイフェイブリットプレイスドットドットドット、この3つのこのドットの意味もですね、皆さんがどういうふうにして終わった後に東京を楽しんでいただけるか、トゥーランでもトゥーリブでもトゥーイートエニシングでもいい、何でもいい、皆さんの東京の楽しみ方を、自分で考えていただければなというふうに考えております。またご臨席の立花健二さんの方、エグザイルザセカンドのウィーナーという曲の中にですね、このフレーズも使っていただきまして、大会を盛り上げていただいております。ぜひですね、この曲も聴いていただいて、リズムよくフィニッシュしていただければなというふうに考えております。また本日より開催します東京マラソンエキスポ2024の、3日間土木金土にわたって行われますこのエキスポでございますが、東京メトロさんをはじめたくさんのスポンサーさん、あるいはボランティアさん、ここにご臨席の皆様によって支えられた、エキスポでございますので、ぜひこの3日間も楽しんでいただければと考えております。ぜひですね、3月3日日曜日のレースが無事に行われ、それから正解に終わりますよう、記念してご挨拶に返させていただければと思います。ありがとうございます。一般財団法人東京マラソン財団理事長早野忠明よりご挨拶を申し上げました。それではゲート除幕の準備に移らせていただきます。では
登壇者の皆様、この後ご移動いただき、ロープをお持ちいただきますのでお待ちください。それでは登壇者の皆様、それぞれ所定の位置にご移動いただきまして、ロープをお持ちください。この瞬間をもうすでにたくさんお集まりいただいているランナーの皆様、本当に楽しみにしていらっしゃいます。それではまずカメラマンの皆様に向けて序幕前のフォトセッションを行わせていただきます。この状態で正面ご覧ください。では序幕前のフォトセッションです。お願いいたします。では皆様、右側のカメラマンの皆様に少し目線ください。では今度は左側の皆様に目線を少しお願いします。再び正面ご覧ください。もう少しお時間いただきます。今日も早くから本当にたくさんの一般ランナーの皆さんもすでに列を作ってお待ちいただいております。この後いよいよ一般ランナーの皆様にもご入場いただきます。皆様もう少しお待ちください。それではお待たせいたしました。いよいよゲートオープンの時間が迫ってまいりましたので、この後の私のどうぞの掛け声でロープを引いてください。それでは5秒前からまいります。ゲートオープンまで5秒前、4、3、2、1、どうぞ。それではこの後メディアの皆様にはご移動いただき、いよいよ